EF81 型などの置き換えを目的として製造された EF510 型。愛称はエコパワーレッドサンダーです。試作機が存在しない EF510 型、EF210 型100番台の硬直流板として開発されました。EF510 型は主に日本海縦貫線での高速貨物列車牽引を担います。